こんにちは、週刊金曜日編集長ムンソンヒです。まだまだ暑い夏が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱中症にはくれぐれも気をつけてください。私は先週1週間夏休みをいただきましたが、基本的には一歩も外に出ず、家でゴロゴロというかですね、仕事をしていました。外に一歩出ると大変な思いをするので、もうこれは絶対に出ない方がいいということで、家にこもりっきりだったという感じです。今週からまた普通の日常の仕事が始まりました。ということで、暑い中通勤をする毎日が続いています。家に帰ってビールを一缶開けるのが楽しみな毎日です。さて、今週週刊金曜日8月23日号では、フィリップスの医療機器について特集を組んでいます。筆者は萩和明さんです。寝ている時に大きないびきをかいたり、途中で呼吸が止まったりしてしまう睡眠時無呼吸症候群、お聞きになった方もいらっしゃるかと思います。フィリップスの医療機器 CPAP は、取り付けて直接空気をこう入れて呼吸が止まらないようにする、そういった装置なんですが、実は使っているとこう内部が劣化してしまって、黒い粒子で汚染された空気を吸う、そういう欠陥があるということが明らかになり、製造元のアメリカでは13万件もの被害事例や死亡事例まで報告されています。実は日本でも同じものが使われています。そして日本でも自主回収自体はされていました。ですが日本ではあまりご存知の方も少ないようですし、あまり問題視されていない。ですので、今回日本でどのようなことが起きているのか、例えば患者さんの声とかでもこう織り交ぜながら、何があったのかということを特集で組んでいます。やはり小林製薬の紅麹問題にも重なる、日本の厚労行政の問題、そういったことにも触れています。その他にも岸田首相の自民党総裁選不出馬会見、鹿児島県警の問題、南海トラフ地震臨時情報、そして飲み水の PFAS 目標値というのはどのように設定されていたのか、など、今週号は非常に盛りだくさんの内容になっています。ぜひお手に取ってお読みいただければと思います。よろしくお願いします。